い、皆さんこんにちは、ぶちこがれです。毎度ご視聴ありがとうございます。車の中で弁当を食べるという車中飯というのをやりたいと思います。皆さん事情があって、外で食べれない方、急いでる方、いろいろいらっしゃると思います。お弁当を車内で食べるという、はたから見るとちょっと寂しい行為ではありますが、日常の風景でもあります。食べていきたいと思います。ホットモットさんで買ってまいりました。はい、よいしょ。鮭なんだっけ、焼き塩鮭定食みたいなお弁当になります。はい、こんな感じになりますね。美味しそうですね。ついてるのはソースと、なんだ、醤油、醤油か、ソースと醤油。ちょっといただきます。いただきます。よいしょ。ホットモットでお茶も買ってきましたね。なんか車内で食べるときって慣れてないから、すげえ人の目が気になりますね。って言っても人がいないとこ来たんですけど、なんかどっかから見られてそうで嫌ですね。いただきます。砂糖も塩ってんだ。車はね、こっち向いてるんで食べにくいですね。の揚げ物ってなんで美味しいのか全然わかんないんですけど、美味しいですよね。ちくわ揚げただけなのにね。ちょっと食いにくいな。弁当はちょっとフライング気味に食べるのはうまいですよね。まだ次に入れるタイミングじゃないよのギリギリ、ちょっと追い気味にいわゆるかっこんでいくとうまいですね。やべえ、貧乏人特有のご飯が減るっていう貧しく育ってる人間はおかずを大切にするあまり飯を先行して食ってしまうので、飯がなんか足りなくなるっていう現象になってきましたね。そうだよな。
まい。甘いタイプか。このほうじ茶すごいね、香りすごい、うん、おいしい。はい、取りました。ごちそうさまでした。皆さんも良い車中飯ライフを。ご視聴ありがとうございました。